はい、皆さんこんにちは。本日はね、ムービックス伊勢崎にやってまいりました。で、ムービックスにやってきた理由はこちらになります。はい、映画カラーパープルを見てきましたね。不屈の名作がミュージカルとして蘇るということで、まあね、このね、カラーパープル自体はね、かなり昔映画化されて、監督がなんとあのスピルバーグですね。スティーブン・スピルバーグが、監督をし、で、主演がね、ウーピー・ゴールドバーグですね。ウーピー・ゴールドバーグの、まずね、そのデビュー作になるのかな、そんな感じになってますね。で、結構ね、社会問題を切り込んだ、この映画なので、当時ね、結構ね、アカデミー賞ノミネートされたんですが、まあ、いろいろ思惑もあって、無冠の作品ですよね。まあ、今から見れば、まあ、何かしらね、引っかかってもおかしくない作品だとは思うんですが、当時ね、すごい、ノミネート、アカデミー賞のノミネート数はすごかったんですが、まあ、残念ながらね、まあ、その時の、まあ、空気というかね、そういったことで、まあ、受賞できなかったっていう、まあ、アカデミー賞あるあるですよね。そんな作品になってます。で、チケットがね、こちらになりますと。で、カラーパープルですけど、今回のね、カラーパープルはね、なんとね、そのカラーパープルっていう映画を、今度ね、一回ミュージカルになったらしいんですよ。で、そのミュージカルをさらに、ミュージカル映画として、今回ね、撮り直したというかね、作り直した作品が、今回のカラーパープルになります。でね、これね、今見るとね、やっぱね、作品の内容がね、重たいんですよね。まずね、このスピルバーグが撮ったんですが、スピルバーグって結構ほら、ポップな売れる作品作るじゃないですか。タンタンの冒険とか、あと、レディープレイヤー1とかね、ああいった作品が、代表作ですけど、あの人ね、時々ね、社会派の作品を作りたがるんですよ。社会派の方の作品では、シンドラーのリストとか、ペンタゴンペーパーズとかね、ありましたけど、そっちのね、社会派の方の作品の第1号ですね、これ。急にね、ヒット作、ジョーズとか撮ってた人が、ジョーズ ET 撮ってた人が、いきなりこの黒人問題ですよね。黒人のしかも女性の問題ですよね。ね、ハリウッドのヒット作監督がいきなりこう社会派のなんか重たいテーマをね、撮ったということでね、まあ問題作というかね、そんな感じになってますよね。まあ、とはいえ、そこからね、ウーピー・ゴールドバーグなんていうね、そういったね、スーパー女優が生まれたりとかね、まあ、ゴーストでね、まあ、名前を挙げ、やはりあれじゃないですか、天心ラブソングじゃないですか。日本人大好きですもんね。天心ラブソングのね、もうウーピー・ゴールドバーグはもう伝説ですよね。あれこそ本当にもう、ハリウッドを代表する映画じゃないかって思うぐらいですけどね。そのウーピーゴールドバーグが出てきたのがこの映画です。カラーパープですね。なのでね、結構おちゃらけたね、コメディ感があるイメージあるんですがね、この主人公だったんでね、結構重たかったね。多分ね、これ、若い頃見てるんですよ。カラーパープルは。まあ、当然スピルバーグだし、主演がね、ウーピーゴールドバーグだってことで、ね、見てるんだけど、まあもうちょっとね、古くて忘れちゃってんのもあるし、テーマが重かったのもありますよね。確かね、今回のこの映画を見ることによって、まあ思い出してきたかなって感じはしますけどね。まあとにかくね、1900年代前半ですよね。1900年代の初期の頃の、まあ黒人女性の立場みたいなものですかね。そういったものを描かれてますよね。まあただでさえ黒人ということで、まあほら、アメリカなので立場が弱かったりはするんですが、さらにその黒人でもね、さらに女性はもっと立場が弱かったんですよ。その、本当にもう、鬱屈するようなね、心をへし折られるような、そんな生活をね、虐げられるっていう感じですよね。そんな感じですよね。まあまあ、でもそれは多分ね、旦那さんがいい人であればまた話は違うんだろうけど、旦那さんとかね、父親が。まあ、残念ながらね、このセリーという、主人公のこのセリーという女性はね、本当にね、父親もクズであればね、結婚相手もクズなんですよね、本当に。まあ、昔ですら、この映画をね、若い頃見た頃ですらね、重かったのに、まあいろいろもう社会的に変わってきたじゃないですか。ミートゥー運動だなんだとか、そういったのはね、経てこれを見るとね、より一層重いなっていうね。いやー、そう、このね、ほんとひどいよ。この時代。まあまずね、ストーリーがね、優しい母を亡くし、横暴な父の言いなりとなったセリーは、父の決めた相手と結婚し、自由のない生活を送っていた。さらに唯一の心の支えだった最愛の妹、ネティとも生き別れてしまう。そんな中、セリーは自立した強い女性、ソフィアと、歌手になる夢を叶えたシュグと出会う。彼女たちの生き方に心を動かされたセリーは、少しずつ自分を愛し、未来を変えていこうとする。そしてついにセリーは家を出る決意をし、運命が大きく動き出すという話なんですが、いやー、このあらすじはね、ソフトすぎる。
全然ソフト、超ソフト、もうソフトクリームですよこれ。本当に甘すぎる、甘い甘い。まずね、父親がね、横暴なんてもんじゃない、もう本当に本当にね、気分悪くなるぐらいね、タチが悪いよね。まあ、まず手が飛ぶし、で、まあ、一応ね、この物語上の設定なんですが、一応ね、セリはね、その見た目が美しくない、その醜いっていう扱い設定になってるんで、まあ、ちょっとね、この醜い女性として扱われるんですが、まあ、ちょっと物語上ね、醜い女性という扱いにならざるを得ないというかね、そういうことになってるんですが、まあそんなわけで醜いね、娘としてね、父親からもなんかね、本当に横暴で、で、まず出産とかお腹に子供がいるんですよ。で、その子供生まれた途端にね、その子供ね、どっかに引き取られてしまうっていうかね、神様持ってってしまったんだなんて、ね、わけわかんないことを言い出すね、父親が。まあかわいそう。しかもそれ二人目っていうね、2人の子供をね、どっかにやられて、しかもね、その父親がね、その子供の父親はね、なんかその父親らしいんですよね。まあ本当に嫌な感じじゃないですか。本当に嫌な話ですよね。で、そこもスタートから嫌なんですよ。スタートから嫌な話で、で、そこからね、ただね、妹がいて、これがね、結構ね、見た目がね、可愛らしい感じの妹がいて、この妹をね、嫁に欲しがる、なんかね、またこれもね、ひどい男が出てくるわけですよ、ミスターとか言うんが。で、そのね、なんだっけ、ミスターってやつが出てきて、でね、その妹のね、妹を俺の嫁に起こせやんって言うんだけど、あの子はね、頭いいからお前なんかくれてやれねえなんつんで、その代わり姉の方だったらくれてやるよなんていうことで、ミスターのとこにね、嫁にやられてしまうですね。なんか父が決めた相手というか、もうなんか物ですよね。物をなんか不良品をくれてやるよぐらいな勢いでね、人にあげちゃうんですよね。おいで、子供生まれたばっかなのに、そんな知らない人の嫁さんになって、子供3人ぐらいいて、みたいな、家が汚ねえし、つんで、で、掃除しろ、子供たちを、ね、面倒見ろ、飯作れっていうね、本当にね、本当に見てて気分が悪い。本当に気分が悪いっていうか、まあでもそういう時代だったんだなってことがね、本当によくわかる映画で、まあ最近ではこういう、本当に重たいこういう物語ってないですよね。ハリウッドも。なんか久しぶりにちょっと時代のなんかこの横暴さみたいなのがね、なんか垣間見た映画をちょっと見たなって感じしまして。で、そんな感じでもう、とにかくこのね、セリーはね、本当にそうやってね、なんかもう人っていうか周りの男に振り回される人生というか、で、まあ、尽くしてるわけですよ。尽くすっていうかね、一生懸命その、まあ一応その嫁としてね、働くんで、嫁というかね、もうね、飯使いですよね。飯使いみたいにこき使われるわけですよ。で、そこに、その妹ネティがね、父親にいたずらされそうだっつんでね、ちょっと逃げてくるわけですよ、そのセリーを頼って。そうしたらまたこのさ、ミスターって男がさ、またクズじゃないですか、はっきり言って。そもそも欲しかったのがこのネティなんで、もうネティが寝てるところにね、襲いにかかるんですよ。マジクズでしょ。そのきっかけでこのネティはね、その家を飛び出してしまうんですよね。逃げていっちゃうんですよ。まあ、で、この追い出し方もひどいですね。もうライフルかなんかをさ、空に向かって撃つわけですよ。そのミスターって男は、そう、ネティがね、受け入れられないっていうことでね、この、蹴られたんだかなんだかしたらね、もうね、頭に血が昇って、もうライフルかなんかをね、空にぶっ放すっていうね、もう昔の映画よくこんなあったけど、改めて見ると、これひでえなと思いますよね。女の子追い出すのにさ、ライフル持ち出してさ、それさ、なんか威嚇で撃つとかさ、どうなのって思うよね、本当に。ただこれ映画がひどいんでなく、そういった時代だったんですよね、本当に。まあ残念ながらね。で、今回ね、そういった重たい物語ではあるんですが、まあね、本当にね、この多分オリジナルの映画版のような感じ、本当のね、ドラマ的にやったら今の時代重たすぎますよね、多分。なので、このミュージカル映画としてなることによって、結構ソフトになったかなって感じですね。うん、やっぱ歌があることによって、で、まあ、ゴスペル風だったり、そのブルース風なね、そういった音楽が入っていくことによって、その魂の叫びみたいなものね、自分の処遇をね、こう嘆く歌とかね、そういったものが入ることによって、若干ね、このソフトになってますよね。本当におかげでちょっとね、見やすくなってますよね、この今時代でも。で、そんなセリーですが、まあまあ一応ね、その家の中でね、その召使いに働かされてるわけですが、家の中に閉じ込められていたとしても、まあそれでも出会いはあるんですよね。嫁いだ先の息子の一人が大きくなって、その嫁さんですよね。嫁さんがそのソフィアっていう女性で、ものすごく強い女性なんですよ。親や兄弟や男をみんなね、殴ってきたみたいなね、そういう強い女性ですが、まあこの女性もね、後々ちょっと大変なことになるんですが、まあこのソフィアもね、気の強さのせいでいろいろちょっと大変な目にあるんですが、
で、あとはね、このミスターのね、初恋の女性なのかな、ショグっていうその歌手になった女性が出てきて、で、このショグとソフィアとの出会いによって、セリーもね、だんだん、まあ、自分もね、変えていこうっていう風になっていくわけですね。で、まあ、きっかけはね、あと、その、実はね、この妹からね、手紙が来ていただいたんですよね。この妹からの手紙を、読むことによって、運命が大きく動かしていくっていう話ですね。まあ、とにかくね、まあ、いい話というか、なんていうかね、もう、なんかもう、現代では考えられない状況ですよね。これはまだ1900年代前半から1900年代中盤、まあ、40年代ぐらいかな。なので、そこまでね、遠い話じゃないんですよね。ここまで遠い話ではなくて、1940年代なんで、太平洋戦争が終わった頃までの話ですね。だから太平洋戦争が終わった頃ですら、そういう状況だったなっていうアメリカもね、そういった感じですよね。で、特にね、このソフィアがね、まあ、いろいろトラブルがあるんですが、そのトラブルのまずね、発端がね、まあ、ある白人女性なんですよね。そこで、まあ、白人とのこの、あれですよね。最近ではそういった表現ないっていうかね、うん、そういった映画見ないですけど、まあ逆にね、この時代の作品を映画化するからこそ、うん、こういった話は作れるんだなって感じがしますよね。今からね、新しくこの時代の話を作るってなって難しいわけで、もうだいぶね、空気感も変わってるし、うん、それをね、再現するのは難しいなとは思うんだけど、まあスティーブン・スピルバーグ監督のおかげというかね、そのおかげでこの作品があったわけで、まあこの作品があったおかげで、ね、またこう、カラーピープルっていう作品がね、脚光を浴びることになり、ね、またこうやって、この2020年代に映画化されることになり、まあ、あの時代のこの差別というか、まあ、差別もそうですけど、特に女性ですよね。黒人女性の本当にそのアメリカの中でのね、本当に立場の弱さみたいなのがね、しっかりこう、うん、描かれているし、まあ、思い出されるというかね、まあ、改めてこういうのもね、見直してみるのもいいかなとは思いますよね。まあ、そんなわけで、まあ、とりあえず、カラーパープルを見たわけですが、ゴールデングローブ賞ね、ダブルノミネートってことでね、まあ、今回ね、何かしらそろそろカラーパープルもね、まあ、アカデミー賞の中に残ってほしいなとは思うので、何かしら引っかかってほしいなとは思いますね。というわけでね、まあ、このね、まあ、最後ね、ほんとね、ハッピーエンドっちゃハッピーエンドなんだけど、ハッピーエンドっちゃハッピーエンドなんだけどさ、最後さ、その胸当てて感動してるお前なんだよね。お前が全部ありんじゃんって話で。お前だろみたいんがさ、まあ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 、最後はね、まあ良かったなっていう話にはなるんだけど、そもそもの発端って大概その、いるよねっていうね、このドラマにおいて、何かしらトラブル起きた時のね、そのトラブル起こした原因のやつっているよねって感じで、でそいつが感動すんねんって思うんだけど、まあしょうがないよねって感じですよね。まあというわけで本日ね、ウーピーゴールドバグのね、このデビュー作であるカラーパープルのね、そのミュージカル版の、まあ、リメイクですよね。リメイクされたカラーパープルをね、見に行ってきたでした。では皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。